オンラインの一茂見たかったな。練習できるのも才能なんやなって。料金期待すぎたのとパニック障害がね。DV のコメント聞いてるとびっくりするくらいバカだからな。しかも自覚なし。大卒やん。親父もびっくりするくらいあれだからセーフ。自覚なしのバカやからこそコメンテーターとの絡みが面白いんやないかな。父親と違う方向に頭おかしい。元気にも言え。バカ息子。なんか2代目の悪いとこ全部備えてる感じ。とりあえずパワーと肩はすさまじかったな。グリーンにやってもバットに当てられなければ無意味であることを証明してしまった悲しい男。4、5で大学時代あそこまで行くんだから素質だけは抜けてたやろな。まあなんもせんとあの程度やれるのはすごい。なおステロイド。親父並みのハングリー精神と努力する才能かあればって元ヤクルトのスカウトも言ってた。プロの息子やからってプロなれるわけとちゃうからな。なんだかんだプロになって一軍でホームラン打てるのはすごい才能やで。野球始めるの遅かったり途中でやめてやってない期間とかあるからな。ガキのうちから野球一筋で父親が教えまくってたらとんでもない選手になったかも。プロの指導って禁止じゃなかった？それでキャッチボールすらできんかったと。あとマスコミがストーカーみたいなモラルやったからまともに練習もできんかった。セリオが息子のことなんて気にかけるわけないやろ。二世選手の先駆けみたいな人やろ。でも親父のようなスター性がなかったしな。言うて福祉の野球の才能を絶賛してた男やからな。ガタイは良かったからな。頭も良さそうだし野球に打ち込んだらどうなってたか。ほーんって、落合が育てた選手は誰だよ。やっぱりチヤホヤされるとあかんな。筋肉つける才能はあったのに野球はなかったんか。大卒っても立教付属からやからな。長島の息子を立教が落とせるわけがない。でもイケメンやん。落合の選手を見る目って信用できんだろ。発言がバカすぎて忘れがちだけどめっちゃイケメンだよな。落合は奮起させたくていろんな選手にこういうこと言うし、一茂がインタビュアーで中日落合監督へのインタビューでの発言やで。実は守備がそこそこうまい。パワーすごかったけど当てるのが下手だったな。二世では一番身体的には恵まれてたよな。落合福士の方がヤバいだろ。昔は1割台でスタメン張っていいんとか思ってた。今は甘かったと思ってる。野球は頭脳スポーツやから無理。飲むに潰されたんやで。お前の息子はどうなんや。牧原のパーフェクトの場面で必ず映る角度。一茂は投手なら一流だったかもな。あの世代はハゲ球と角度とか二日酔いで投げても大丈夫だったらしいし。落合だけじゃなくて元スカウトの誰だかも自分が見た中で最高の逸材は一茂か吉野部って言ってた。まあタレントやれてるからええやん。海外では親子ですごいスポーツ選手とか多いのに日本は少ないよな。親がすごいか子供がすごいかのどっちかのパターンばっか。若鷹とか武豊くらいじゃないか。何事にも言えるけど努力できるのも才能のうちや。やっぱ挫折が必要よな。一茂ってサンマクラスのレジェンドにもヘコヘコするけどそれ以外は見下してるじゃん。バカにしてコーチの言うことも聞かなかったんだろうな。落合に言われてもあんま信用できん。監督としてはすごいけど素材見極めるの下手やろ。パワーあったのか。そんなにすごい打球見たことないけどな。ヤクルトの時の無三流の野球を叩き込んでたら面白い選手になったかもな。なんでヤクルトやったん。巨人入れたればよかったのに。当時の巨人はアンチ茂をやったから。スカウトの目は節穴であるって本読んだけど一茂はナイスガイらしいっすよ。セサル絶賛してた素人以下のおっさんの言うこと真に受けるなよ。フィジカルはすごかったからな。センスだけで野球やってたやろ。一軍投手の球をスタンドに放り込む能力は持ってるんやなぁと思ってたわ当時。成功の要因はフィジカルだけやないからね。大も身体能力は低かったらしいし。落合の選手を見る目のなさは異常だからな。何もやらんとプロになれるレベルの才能を持った金の卵やったから惜しいな。セリオってプロ野球史上最高のゴツール候補の一人だろ。一茂がこいつ超える素質を持ってるとはとても思えない。落合が課題評価してるだけ。落合のこの手の発言大嫌い。俺はわかってるよ的な。ただの逆張りやぞ。福士は親父が落合博満じゃなかったら野球やってただろ。一茂も親父が長嶋茂雄の時点で積んでた。でも大学時代の成績もしょぼいんだろ。なんで強豪指名されたの。落合に見る目があるなら今頃中日は人材の宝庫になってる。真面目に練習する才能がなかった。何やっても茂雄の息子扱いだから腐るわ。真面目に練習し続けるのも才能という意味では一茂はその才能はなかったと思う。すごい大容量のストレージだけどインデックスがない感じ。確かに素材としてはすごそうだよな。